から始まりましたファミツー TV ジャンボ神谷博史です。はい、ファミツー TV ジャンボ神谷博史です。はい、それではこの番組の説明お願いします。はい、この番組はゲストに来ていないで、はい、ゲストに来ていただいた方のお気に入りのソフトをみんなで楽しくプレイしちゃおうってコーナーでございます。多分あれだよね、あの原稿がぐしゃってなさが読みづらかったんだよね、ともちゃんね。なんでぐしゃってなさか説明してあげて。うん、朝ちょっと明太子おにぎりを食べてたらドーナツが来たんですよ。はい、そしたらドーナツが素敵だったんでおにぎりをここに置いたらこうやって食べたやつをこうやって置いちゃったんだよね、ともちゃんね。それから超来たカピカピになっちゃったんだよね。あ、ともちゃんも言いましたけれども今回ゲストなしでございます。はい、なぜかと言いますとですねともちゃんには言ってなかったんですけど、はい、今月でファミツウェーブがですね休刊ということに。そんな面白いこと言ってないよ。そんな面白いこと言ってないつもりで、みんなここでシーンってなるとこだったんだけどお前だけだからね笑ってんの。いや、お休みになるんですか。本当に今度は本当の本当に今回はとか言うなよお前、本当によめんどくせえな、なんかいろいろ説明しなきゃいいねえだろそういうこと言うと。まあでもファミツウェーブでですねお世話になりまして、このコーナー的にはね5回しかやれなかったんですけれどもね。はい、5回で我々お役ごめんでございます本当にね。あれなんかでも収録自体はねまとめ撮りだからねもっと少ないですよね。まあでもともちゃんね今回あの一本の収録でございますから、はい、もう存分にねあのもう電池残量もこう使い切る感じで、今日は神谷さん疲れてもいいでしょう、はい、疲れてもいいでしょう、ね、そうだね、もう最後だからね一生懸命やろうかなと。まとめ取りがないから今日はせーな、まとめ取りまとめ取りって言うんじゃねえよ。まあそんなこんなでですよ、今日何をやるかっていうとですね、はい、なんとドンキーコングでございます。ドンキーコング、ともちゃん好きなんでしょ。猿のゲーム好きですよ。猿ってかゴリラだけどね。そうそうそう、うん、好きです好きです、うん、ゴリラは私がもう本当にゴリラぐらいですよ、私のことをじっと見つめてくれるのは。相手にしてこうなんかあうんの、ともちゃんそこまでボール下げちゃうから自分の相手をしてくれるのはゴリラぐらいですよって。もう何なのお前、どういう風に扱えばいいの分かんなくなっちゃったんだけど。違う違う、動物園に行って、うん、無言の呼吸ってわかります？無言の呼吸、もうそれなんか死んじゃってないか大丈夫か、あうんの呼吸ですか。そうそうそう、うん、あーんって言ったらうんって言うっていう呼吸でしょ、うん、あうんね、そう、あれは私はもうゴリラをずっと見てるんでしょ動物園で、うん、ともちゃんのリクエストに答えですね、はい、ドンキーコングをプレイしてみたいと思います。では早速プレイしてみましょう。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はですね、はい、Wii のドンキーコングリターンズをプレイしようじゃないかってことなんですけども、ちょっと待ってよ、はい、私が言ってたドンキーコングっていうのは、うん、あのオレンジ色のやつでこうポコってやって、こう最初にこう樽が落ちてきて、それでそこの樽にずっといるとだんだんイライラしてきて、イライラしてきて今僕だんだんイライラしてきたけど、うん、で樽がどんどん速くなってくるんですよ、うん、であんまりにもこれは無理だっていうぐらいのソフトで樽が来るんですよ、うん、そういうやつでスイートで行って上行って上行って、それではしごを登ってこうなんかブルンギーンってなってるのがあって、そこにこうヘンって引っかけて、そして嫁のところに行くゲームウォッチだねそれ。トムちゃんそれゲームウォッチだね。それがやろうと思ってたの。それやろうと思ってた、ゲームウォッチやろうと思ってたんだ。6000円だったよね昔ね。昔ね、うん、あ昭和だね。ああそれでまぁ今回はですね、うん、まぁ、あ、2人で、うん、まあ、プレイしようじゃないかと、うん、で一応目標を決めたいんですけれども、うん、4の1を2人で協力してプレイしようじゃないかってことなんですけども、ともちゃん、うんうん、やったことないわけでしょ。ないよこれは、だってこんな新品なのやったことないもん。こんな新品なのやったことないもんね、ともちゃんね。ともちゃんそっか、ごめん、もうなんかね結構長い付き合いだと思ってたんだけど、ともちゃんのゲームの歴史がゲームウォッチで終わってると思わなかったから。それはさ何話しても話通じんわな、ごめんな。まあ、僕もですね、ドンキーコングのスーパーファミコンのやつはね結構やったんですけども、はい、スーパードンキーコングね。でも今回それはどんなのだったんですか。同じです。あ、これと一緒。はい、今回その一番新しい最新作ということで、一体どの程度こうなんだろう、うん、変わってるのかって僕も楽しみなんですけれどもね、うん、じゃあ早速4の1プレイしてみたいと思います、はい、シーソーレール危機一発、動きが短くやったですね、はい、僕がドンキーコングでですね、ともちゃんがティディーコングですね。短くやった、はい、名前だったんですね、ドンキーコングですね。おーすごい、行きますよ。あ、なんだこれ、おー滑るぞ、取りゃ、うわー、あ、ど、あ、取れるんだね、飛ぶ飛ぶ、ほっていい、うん、カミン、どうだカミン、どう、今どこ行ったんだ、うん、今奥のステージに行ったよ。 A だよ、A を攻めるけど、うん、まだどうやって食べれるんですか。
お、食べてた。本当だ。食べた。食べよう。これ振ったりするとなんかあれなんだ。アクションがある。おお。あ、これで戻れるのか。ははー。ん？それボンってやってきた方がいいんじゃない？なんかカウント出てるけどどうしたのかともちゃん。おお。出た。よかったー。あ、ね。あ、オッケー。ちょっと進化しすぎてよ。まあ、ともちゃんその進化しすぎてって言ってもゲームウォッチと比べたらそれはものすごい進化だよ。これでもう音を出すダメなんだねきっとね。よし、いいよ。あ、おとげ。あ、二人ちゃんと来てるね。あ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ここはもうなんかちょっと若干しょうがないかなって気がしてきたな。神谷さんがちょっとある程度言ってから私復活した方がいい。なんかそうずるいこと覚えてるみたいなんかね。うん、スタッフがダメだと。よし、一緒に乗って。あのね、サイレントにやられてくるのやめてくんない。一応うわーとか言って。お口、まだダメ。ダメじゃねえよ。僕しかやってないじゃないかよ。いや、まだね、ちょっと いいタイミング見るから。あ、ちょっと変わっちゃったよ。私が、おお、まだ落ちるぞ。ここ、この辺で復活した方がいいんじゃないか。そうね、オッケーオッケー。乗るよ。今までにない景色だね。これどうすんだ。あ、どうすんだこれ。あ、向こうに行かなきゃいけなかった。やった、私今やった。うん、役だった。役だったね。これね、僕もうやられちゃったんで。あら、一人で行って。こっからはダメじゃん、神谷さん。あのね、ボタンを押すんだね。2ボタン押して。うん、式に振っているんだけど。これ結構難しいね。今頃気づいたの。あれ、うん、これ嘘、難しい。うわ、これまた時間かかるなと思ったら奇跡が起こっちゃいました。よし、わお、わおじゃないかんね。これね、なんだろう、クリアできないんじゃないかって気がしてきたな。よし、あ、いなくなったね、ともちゃんね。よし、あ、2匹になった。増えたよ。え、今私どこにいるのかな。いないんじゃないかな。え、いないの。頑張れ、カメラさん。いや、僕もう頑張ってました。一応これ2人でクリアしたいんですよ。これさっき僕がやられたところだね。でしょだっけ。こっちに行かなきゃいいんだね。で、ここに乗ってここに入って、うぅ、あ、復活した。え、やった。ともちゃん復活した。あれ、あれ、なになに、クリアした。あれ、クリアしたよ、今私が。私が、ちょっと待ってくれ。俺相当頑張ってさ。あれ、最後クリアしたよ。相当頑張ってなんぐる、あれ、ゴールかなみたいなところまで行った瞬間にお前復活して勝手にゴールしたよな。あれ、ゴールした。なんか今効果出てきたよね、金の。やったね。一応クリアしたけどなんか納得いかないんで、今度は金友がメインでゴの子をクリアしろや。あ、それモテるんだ。そうだ、あ、いきなり敵だからね、ともちゃん。あのね、敵だから。え、それ、うん、やっぱ、うっちゃー。あー、うまい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 、よっしゃー、うっちゃー。どうしたの次。こうじゃないか。いや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 、入ってる、入ってる。一つ合わせて、どうしたの。一番右に行った時に、一番右に行った時に右ボタンを押しながら。やったー。そうだ。うわ、いいんじゃない。うん、いいんじゃない。うわ、いいんじゃない。おお、おお。
奇跡的に下のルートに入った。よくわかんない。そして僕もそろそろ復活しようかな。おお、そうだぞ。あれ左の樽に入ってくれ。そうだそうだそうだ。それで？これは奥に向かってジャンプ。オッケー。おお、すごい飛んだね。うわ。どこ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 ？どこ行くのこれ？おお。バナナ食べとこ。おお。バナナ食べてくれ。豚いる？ここチェックポイントだ。よくわかんない。どこどこどこ？これ今度真ん中通るんだぞ。そうだそうだそう。どこ？ここ真ん中通るんだぞ。オッケーオッケー。早いや。上？こう。おわっす。超簡単。え？簡単簡単簡単。いけるいける。いけますか？一回あそこさ、あの、ちょっと僕やってみますから、はい、来てください。いいですか？だからボタンを押すなっつってんだよ。おい、バカの一つ覚えみたいよ。バチ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 ボタン押しやがって。あ、トモちゃんいなくなりましたね。え、なんでなんで？トモちゃんいなくなりましたね、残念ですけど。さっきのパターンがあるんで、ちょっとなんかクリアできないかなって気がしてきたので、ちょっと僕一人でちょっと行きますね。この先もどうなってか気になるんで。うん、楽しそう。楽しい？楽しいですね。いいの？楽しい？すげえ楽しいっす。復活した！え？嘘？ちょっと待って、やべえ。あ、来た！イエーイ！ウェイクアウト！ディレクター、なんで教えたんだ。復活できるっていいんじゃないですか。 おいいですよ。おちい。さあ来た、俺のターンだ。なんでやだ。復活したい。Aボタンで押す準備しとこ。いつでも押せるように。気になる、そのボタン連打してんの。あー、来た。あいつ来た。あいつ来た。やばいやばい。やばい。はい、頑張ろう。オッケーオッケー。よしよしよし。あー、ここ大変だぞ。これどうなってんの？これ今ね、左のあのドクロのついてる樽に入ってる。で、ボタンを押すと、だから今説明してた最中でしょ。オッケーオッケー。これは更新中にね、トモちゃんのタイミングに任されてるからね。あー、惜しかったね。前まで行って最後のでガシッてやられたら、したら惜しかったんだよ。お前1個目の歯でやられてるからな。どこでどのタイミングなのかよく分かる。それはトモちゃん見極めてよ。見てろよ。あれ、これ私食べられてる。食べられてるね。あ、いなくなった。あれ、これ俺のターン来たけど相当早いぞ。俺のターン来たの。やだ。復活した。早く。これあれか、バナナを取んない方がいいのか。いいよ。取って。復活。ちょっと。バナナを取るとトモちゃんの復活のタイミングが早まるんだな。違う。早く。もう絶対バナナ食べないと乗れないからね。100になったら私増えるんじゃないかな。そうなのかな。あれ取んの怖えな。早く取れだよ。緊張感がプレッシャーに負けた。ちょっと。え、おおおおおお、これだぞ。サビだぞ。おかしいな。あいてちょっとして。いけ。理想としては、あの歯の中にあるバナナを取ったところで100個になるっていうのが。ちょっと待って、バナナね。こそバナナ1個になるかもしれないから。ほら、あった。取っとこう。こういうの取っとこう。1個のバナナに。重要。あれ、私いないじゃん。いないね。
これちょっと待ってよ。これ叩くだろ。いや、カメさんよ。よい。あー、これくぐったらいっちゃうな。俺さっきこれでプレッシャー負けたんだよな。頑張れ。いいね。よっしゃー。勝った。あー、浮かずした。スタッフが凍えて逃げて。これは俺のターンだが、果たしていくつあるのか。うわ、この個数で100いくのか。これあ、やべえ、これやばいぞ。本当に頑張ってよ、はやくん。これ中にいるのかな。私いる。嘘。ちょっと何かな。うん、真剣度が半端ねえ。まだこれで足んないや。これ全然足んないんだ多分。これでもまあちょっと僕のタイミングで一回行ってみますけれども、でも私いないよ。いませんね。いないからダメじゃん。ダメですね。これがそれでいけるからね。よしよし、さあ来た。さあ来たぞ。さっきのタイミングを思い出して。分からない。分からなくないだろう。さっきクリアして見せただろう、ここ。いや、見てなかった。なんで見てないんだ。はい、はい、はい、よし、やったー。やったー、これでオケビュー。やったー、クリアしました。頑張った。頑張ったね。いやー。私一人で活躍したね、今ね。ではともちゃん、今回の評価を華麗にお願いいたします。はい。今回は、じゃん、3ともちゃんです。3ともちゃん出ました。はい。今回は、あれですよ。はい。まず、うん、まあ、私の好きなゴリラということもある。うんうん、ゴリラって感じで3文字だからね。サントモちゃんで、うん、サントモちゃんで。しかも私コイン最初のやつも私が取ったみたいなもんじゃないですか。取ったみたいなもんじゃないですか。私が取ったじゃないですか。私が最後ゴールを切って、最後のやつも私がゴールを切って、まあ正直神谷さんどうしちゃった。え、なんか神谷さんちょっと残念な感じだったんですけど、でも私もうウホフホだし、はい、もうゴリラと一体感になれた感じで、はい、まあ、ちょっと神谷さんの活躍が見れなかったのが残念ですけど、はい、私的にはもうサントモちゃんで締めさせていただこうと。あ、そうですか。はい、とりあえずはちょっと今ハマってるのはリゾートハマってるんで、ウィリゾート。あ、ウィリゾートですか。はい、どこ。ウィスポーツの。スポーツのリゾートをハマってるんで、はい、うん、まあ、これにちなんで頑張っていきたいと思います。はい。引き続き。そうですね。引き続き、まあ、ともちゃんにはですね、まあ、ゲームをこうプレイしていただきたいんでございますけれども、はいはい、まあ、残念ながら今回ですね。そうなんですよ。はい、まあ、最後ということなんでございますけれども、まあでも、まあ、我々もそうですしね、あのスタッフもですね、あの番組このままですね終わってしまうのは惜しいという気持ちは非常に強いでございますので、はい、私のファンが神谷さんから流れ込んできたのにね。あ、じゃあ神谷さんの方が私の方に流れ込んできたこの番組、はい、終わってしまうのは私は残念ですね。なんで最後にそういう黒いこと言っちゃうの、あなた。もっともっと神谷さんのファンをちょっとこっちの方に。あ、そうですか、はい、まあ、あのね、まあ、そういう、ね、ファンの方々にも対してもですね、こういうコンテンツをこう発信できていけるというのは僕らもすごいとってもね、あの嬉しかったの で、また必ずですね、このメンバーでどこかでこうお会いできるような、はい、風な、ね、機会が得られるように、はい、今後も頑張っていきたいと思いますので、はい、まあ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、はい、ファミ通 TV ジャンボ、お相手は神谷浩史と金田智子でした。危ない危ない。台本どこやってんのか、急に振らないでくれないかしら。ずっとやってきたことだよこれ。急に言われたからびっくりした。本当ね、うん、ということでファミ通 TV ジャンボ、お相手は神谷浩史と、ファミ通 TV ジャンボ、お相手は金田智子でした。なんでさ余計なこと言ったの。ファミ通 TV ジャンボって言ってんのは僕だけで、あなたはお相手は神谷浩史と金田智子でしたでいいんだよ。いや、何でお前最後おいしいとこ取っていこうとするんだ。私も
ジャンボの一員ですから。まあそりゃそうだよ。でもここはもう2人にかかってんだよ。ファミ通 TV ジャンボっていうのは2人にかかってるわけ。そう、国語の問題。ああ自分も言わないと気が済まないのね。じゃあいいよ、あなた先言っていいよ。じゃあ、ということでファミ通 TV ジャンボ、お相手はケリル・ポーコと神谷ひろしでした。また必ず。そこやりたいのね。そこやりたかったんだ。ああそうなんだ、うん、ごめんね。じゃあそこやらせてあげるけれども、うん、ということでファミ通 TV ジャンボ、お相手はケリル・ポーコと神谷ひろしでした。また必ずお会いしましょう。バイバイ。これ聞いてくださいよ。絶対に言ってないって先輩だった。